ッシュのゲーム屋。皆さんこんにちは、キッシュと申します。さあ今日もですね、アニマルレボルトバトルシミュレーターを元気にやっていきたいと思います。さあ今映っているこちらハンマーヘッドシャーク、はい、シュモクザメというですね、そこまでは大きくないんだけれども結構ね凶暴なサメをねモデルにしてね先日作ったサメ型サイボーグですね。こんな感じでね、ヒレとかね背びれとかね、強靭な顎、そして数々の近代兵器、ゴリラの頭というわけでね、頑張って作ったサメ型サイボーグなんですわ。いやーちょっとね、こいつがね戦う様をねぜひ見てほしいですね。はい、怒ったジョーとか、大胆なビリーを大胆に配置して、あと兵士なんかもねこんな感じで配置しちゃいましょう。さあこれでバトルを見ていく。相手に向かってブースターで飛んでいく。さあ大量のミサイル、そしてこのね強靭な顎で噛み砕くっていうか、なんかめっちゃ弓矢刺さってんだけど大丈夫？ゴリラやばい、ゴリラやばい3本ぐらい脳天に直撃してんだけど。私は不死身だ、なんてことはない。はい、こんな感じでねジェットプロペラが回ったりとかね、背中についたこの大量のミサイル、そしてロケットランチャーおよび機関銃で攻撃する凶暴なサメ型サイボーグ。はい、このハンマーヘッドシャークができるまでねかなり試作頑張ったんですよ。いやこのゲームね魚ユニットがいないんで、もうねゼロから作らなきゃいけないということでね、ボディはですねティラノサウルスでできてるんですよね。なのでね試作機いっぱい作りました。はーい、こんな感じですね。魚がいないからね、もう恐竜だったらいるんだよ、恐竜ならいくらでもいるから、ちょっとサメっぽい恐竜を作ろうかなというところでシャークサウルスを一番初めに作りましたね。でティラノサウルスの頭をね逆につけて、ゴリラのね頭をね先頭につける。これでね結構サメっぽくねなったなということで、本格的に魚の形に近づけたのがはいこちらですね。一気にねサメっぽくなったよね。でもねやっぱり難しいということで、ちょうどこの頃ねこのプルスサウルスの頭がねアップデートで追加されたんで、これねモササウルスの方が作りやすそうだなって思っちゃったんですよね。それで一回モササウルスをね試作しました。でもやっぱりサメが作りたいということで、はい、こんな感じでね、最終的にはシュモクザメになったんですよね。でもね、モササウルスを作ってくださいっていうリクエストもね、結構多いんですよね。で、僕自身もですね、このワニの頭を使って、ちょっといろんなものを作っていきたいので、もううずうずしてるんですわ。今日はですね、このハンマーヘッドシャークを参考に、ちょっとモササウルスを作っていこうと思います。いや、海洋生物どんどん増やしていきたいからね、早速作っていきましょう。結構ね魚作るのね結構バランス調整難しいんですよ。なのでティラノサウルスの頭を消去して、これにモササウルスの頭をくっつけてみます。うん、もうすでにモササウルスっぽい。でもね武装とかさ、シルエットがこのままじゃね、ただのハンマーヘッドシャークの2番煎じになってしまうので、やっぱりオリジナリティを出していきたいですね。というわけでこれをベースにもうちょっと作り込んでいきましょう。これだとねモササウルスの尻尾をちょっと短いですね、延長しましょう。尾ひれのパーツを1回取って、この尻尾にねさらにプルスサウルスの尻尾をつけたいと思います。はい、こんな感じかな。結構長くなったね、これぐらいですね。で、この先端に尾ひれをつけましょうね。ポン、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 ポンということでね。おー、シルエットはもうまさにモササウルスだ。よしよし、もうちょっとね、微調整とかね、丁寧に作っても一気に完成させましょう。せーの、はい、ということで完成しました。モササウルス、はい、プルスサウルスの頭と一緒にアップデートで追加された火炎放射器、めちゃめちゃでっかいのを背中に装備しております。いや海洋生物なのに炎が出るのっていうツッコミが来そうですけれども、まあまあちょっとね個性を持たせたかったんですよね。プルスサウルスのこのやっぱり強靭な顎はね一番の武器であってほしいんですが、やっぱりね近距離武器が欲しいということで火炎放射器をつけました。さあ背中にはですねハンマージェットシャークよりも大きなイオンスクリューが搭載されております。このヒレもですね結構大きいですよね。3つのねこのカッターっぽいやつを並べてヒレを作っております。さあ前方に向かっての武装が多いので、後方警戒用にですね機関銃が結構ついてますね。この長い尻尾、まさにモササウルスということでね。はい、細かいところまでね、こういうディテールアップをね、ちょっとしてみました。はい、このね、顎の部分とかね。いや、なかなかマッシブなね、いい機体ができたんじゃないでしょうか。ハンマージェットシャークと共にですね、もう敵陣に向かってね、我先へと突っ込んでいくようなね、凶暴なサイボーグですね。さあ、モササウルス、強いのか。はい、いつも通り大胆なビリーを大胆に配置していく。もう大胆に、大胆に行こうぜ、大胆に。大胆に配置すること。はい、63人、バトル見ていきましょう。さあ、行け！うおー！うおー！すげえ吹き飛ばされてる！すげえ、しかもジェット超速いんだけど。
わー、結構ジェットがいっぱいついてるからな、機動力ありますね。うわー、すげーすげーすげー。ちょっと浮かせてあるんですよ、こんな感じでスムーズに移動できるように。はい、こんな感じでね、プロペラも大型化してね、高速回転しております。さあ、ゴリラ軍と戦ってみましょう。さあ、ゴリラ軍を噛み砕け、モササウルス。噛む前に火炎放射器で全部吹っ飛ばしちゃうんだよな。はい、火炎放射器ね、実は重ねてあるんでね、このように砲塔がいっぱい枝分かれしております。すげえな、戦艦みてえだな。通常時はね、2門に見えるんだけどね。はい、ここら辺プルプルしてるの分かりますかね。これ重なってるから、これプルプルしてるんですよ。さあ、陸地に上がって肉食恐竜を滅ぼせ。さあ、海から出てきたぞ、最強生物が。無敵戦艦だな、こいつ、モササウルス。いや、モササウルス強いってことが分かったんだけど、気になるのはですね、はい、冒頭にも登場したハンマージェットシャーク。この胴体の部分はね、流用してるんですけれども、結構シルエット違って見えますね。よかったわ。でも強いのはどっちなのか見ていきましょう。レディゴーということでね、さあ、すげえぞ、モササウルスの先制攻撃。おーっと、勝ったのはハンマージェットシャークだ。いや、ミサイルがだいぶ飛んでたもんな。HP ゲージ。あー、結構でも削ってたね、火炎放射器で。そうか、モササウルスよりもハンマーヘッドシャークの方が強いのか。さあ、モササウルス、空中の敵に対してはどうなのか。アーマードワイバーン6機を相手にですね、戦ってみましょう。一応ね、軽く空を飛べるようにはしてあるんで、はい、おー、一瞬で勝負つけた。あ、まだ生きてる、まだ生きてる。おー、ちょっと浮いてんね。いやー、炎が強え。めっちゃ上向いてるもんな。ちょっとサイボーグプテラ足そうかな。これで見ていきましょう。さあ、空中戦になるかな。さあ、アーマードワイバーンを一瞬で倒した。おー、噛み砕いた。プテラノドンを捕まえようとしている。おー、すげえ。あー、でも負けたか。サイボーグプテラも強いからな。さあ、モササウルス、でっかい火炎放射器を積んでるんで、近距離中距離が得意なんですよね。対してこの鉄のムカデことメタルセンティピードも接近戦特化型です。というわけで、激しい接近戦が見れるんじゃないかということで見ていきましょう。さあ、炎をまとって、おっと、弾になっているムカデ。うおぉ、すげえ、炎で吹っ飛ばしたわ。いやー、すげえ吹っ飛んでたな。センティピードこれ3体とかもいけんのかな。見ていきましょう。3体はちょっとやりすぎかな。いやいやいや、この炎がマジで強えんだ。いや、センティピードもね、これ接近戦かなり強いですからね。いやー、でもやられる前にですね、炎でもう焼き尽くしてるね。うおー、3体相手でも全然だわ。うおうお、引きずってる引きずってる。すげーバトルだ。いやー、3体相手でも何のそのだな。さあ、今までやったことなかったんだけど、ミノタウロスキングをですね、3体も並べちゃいました。最近インフレしてるからな。さあ、大きい二足歩行のユニットに対してはどういう戦いになるか。突っ込んでいく、果敢に突っ込んでいく。落とすのか、落とすのか。さあ、ミノタウロスキング、いやいやと言わんばかりに抵抗している。落とされてしまうのか。さあ、炎を吐きながら、さあ、倒した。あとは尻尾についたこの機関銃で後方警戒もバッチリということでね。何やってんだお前、何やってんだ。おお、方向転換がやっと終わったぞ。おお、バーニングローリングアタック。落ちるぞ落ちるぞ、モサ落ちるぞ。おお、でも浮いている、ギリギリ浮いている。追いすぎ追いすぎ、深追いしすぎ。でも勝った。結果的にはバラバラだけどね。さあ、体力が自慢のドラゴンライダー3体。こいつらね、結構上空に留まってくれるんで、さっきね、あんまり見れなかった空中戦がね、こいつらなら見れるんじゃないかなと思うんですわ。さあ、行け、モササウルスジェット噴射。さあ、おおおお、浮いてる浮いてる浮いてる、すげえ。お、かっこいいかっこいい。いいじゃんいいじゃん。背面飛びしちゃってっけど。わー、なんかリヴァイアさん、一瞬リヴァイアさんっぽくも見えるんだよな。すげえすげえ、縦横無尽にですね、飛んでますね。はい、海洋生物群集結ということでね、ハンマーヘッドシャーク、これ作った時にね、無脊椎動物群から海洋生物群に戻ってきたメタルオクトパスもいますね。強さ順で見ると、ハンマージェットシャーク、モササウルス、メタルオクトパス、そしてカメですね。俺も忘れんなよ。でもね、こいつ海洋生物っていうよりね、なんかね、プルサウルスベースでさ、なんかリクガメっぽいんだよな。おい、お前、リクガメだったのか。ウミガメは英語でタートル、リクガメは英語でトータスだ。
お前はトータスか。やべ、バレた。こりゃ早くアニマル軍に戻らねえとな。スパイがバレたらトンズラだ。まったく、あいつスパイだったのか。俺らを裏切ったことを後悔させてやるぜ。いや、お前が言うな。お前メタル無脊椎動物群から抜けてきただろ。ああ、それよりもモササウルスが水中から上がってきたんだ。喜ばしいことじゃねえか。俺が来たからにはもう安心だ。おめえら大船に乗ったつもりでいろよ。なあ、ゴリラの旦那。その通りだ。海洋生物群の力、今こそ見せつける時だ。おい、ゴリラは黙ってろ。なんでお前俺の頭についてやがるんだ。お前はサメでもありサイボーグだからだ。改造されてるんだよ。だからってなんでゴリラの頭がついてんだ。全くもって理解できねえぜ。まあまあそう言うな。今は一人でも多くの兵隊が必要だ。その通りだ。よし、進軍していくぞ。一番弱いくせにお前仕切るんじゃねえよ。行くぜ、オラ。私のエキセントリックな動きについてこれるかしら。どれが本体かわかるまい。うるせえな。全部叩き潰せばいいだけの話だろうがよ。さあ、モササウルスが炎を撒き散らしながら吹っ飛ばした。すげえ。おい、タコ押せえよお前。戦い終わったぞ。というわけで人造人間ファイヤージャイアントを召喚してみましょう。ファイヤージャイアントをいっぱい並べていく。さあ行け、海洋生物群。おお、すげえすげえすげえ。おお、おお、おお、すごっ。おお、一瞬じゃねえか。うわあ。さあ、マシーン軍団とね、ちょっと戦わせてみましょう。さあ、コスト的にはですね、マシーン軍団が全然上ということでね、この戦いどうなるんでしょうか。さあ、モササウルスが一気に吹っ飛ばしたぞ。あー、でもモササウルスもやられた。さあ、ハンマージェットシャークが、おお、空を飛んでいる。初めてじゃねえか、空飛べんの。さあ、ドローンに向かってですね、オクトパスと、はい、ハンマージェットシャークが迎撃に行った。おお、空を優雅に飛んでるはずなんだけどな。落ちた。何やってんだあいつ。タコはね、いい感じに飛んでますね。いやー、気持ちよさそうだ。プカプカしてる。まあ、こいつらがね、ちょっとちょっとつ猛進なんで、ゆったりと飛んでるこいつの存在はありがたいですね。海洋生物群結成の噂は本当であったか。ビビってなんかね、ねえからな。おい、サメだ。おいおい、ビビってんじゃねえよティラノ。恐竜の王が呆れるぜ。さあ、サイボーグダイナソーズが立ちふさがったぞ。あれが噂のサイボーグ恐竜か。ちょうどいい腕試しだ。さあ、3対3のバトルが始まった。一体どちらが勝つのか、これは予想ができないぞ。さあ、モササウルスの激しい炎が、おーっと、やられた。モササウルスやられた。さあ、ハンマージェットシャークもですね、やられたのか、やられた。おっと、勝ったのはサイボーグ恐竜だ。いや、かっこいいなティラノとスピノ。あんだけブルってたのにな、ティラノ。でも結構やられそうだったね。いい勝負だった。やっぱり恐竜は強えな。全軍撤退、戦線離脱せよ。だからお前が仕切るな。我々も飛行、海洋生物群の強さは分かる。なんだよ、あいつ楽勝じゃねえか。おいおい、嘘だろ。まさかあいつらまで来るとはな。天空より舞い降りた朝廷者、この地上は竜族こそが真の支配者であるということを証明しよう。オクトパスの旦那、追いついたぜ。やはり私たちにはあなたが必要です。戻ってきてください。追ってくるなと言ったはずだ。かわいい奴らだが、しょうがねえ。さあ、4つのカテゴリーに分かれた巨獣たち、硬直状態だったが、さあ、世紀の大戦争が今始まる。というわけで巨獣がですね、大激突しております。やばいな、どこに目を向けてもやばい。さあ、これをですね、全体を取っていくようにしたいですね。さあ、モササウルスがサソリを追い詰める。そしてサイボーグ恐竜たちが今サメを撃破。さあ、アーマードドラゴンはですね、空中に逃げたまま、はい、おっと、生き残ってるのは恐竜とアーマードラゴン。さあ、今恐竜たちがアーマードラゴンを撃墜。勝ったのはこのサイボーグ恐竜たち。いやー、 HP 結構減ってるけど全員生きてるね、3体とも。やばっ。
やはり我々の勝利だ。まだまだ陸地にはすげえ奴らがいっぱいいるもんだな。腕が鳴るぜ。はい、というわけでですね、今日はモササウルスを作って海洋生物群にですね加えてみました。ちょっとねサイボーグ恐竜群がねめちゃめちゃ強いんで、海洋生物群だけじゃなくてね、いろんな群の強化が必要になってきてますね。いやー、これからもいっぱい作るぞ。というわけで最後まで動画見てくれてありがとう。今日の動画面白いと思ってくださったら高評価、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたね。